釣りアクティビをご覧の皆さん、こんにちは。山根です。今回はですね、磯場にやってきました。石川さんより指令をいただいております。山根さん、穴掘りしてきて。はい、穴掘りってないやねんってなんでも磯とかゴロタとかのこう隙間があるじゃないですか。その隙間に餌を突っ込んで魚を釣り上げるっていう動作を穴掘りで呼ぶそうです。僕が持ってる情報はここまでです。はい割と今回難しいんじゃないかなと思っております。試しにインターネットで穴掘り釣りとかって調べてみるんですけど、どうしてもね、穴釣りに引っ張られちゃって、これといった情報が出てこないというか、仕掛けだったり釣り方だったりとか釣れる魚とか情報がなかったです。じゃあ実際やってみればいいじゃんということで標高突破しに来ました。で、用意したのは延べ竿です。リールも何もついてない竿っていうのも、昨年石川さんと一緒にやった銀ポの釣り、割り箸に、こんぐらいの、ね、割り箸に針をつけてこう石と石の間にこう一個一個詰めてったんですよ。その釣りが穴掘りじゃねって思ったんですよね。なので今日はそれのでっかい版です。 5m40 の延べ竿を持ってきました。この先端に重りと針だけつけて穴の中に突っ込んでいきたいと思います。今回用意したのは道糸は20ポンドフロロライン、針、テトラの穴釣り糸付き、カサゴアイナメ、重り、何号ぐらいがいいか分かんないんで、とりあえず1号の樽付き重り、もうちょっと重たいのも一応持ってきました。2号、でも今日ちょっとね、うねりがあるんですよね。やっぱ2号でやっとく。2号にしようか。ちょっと水深等わからないので最初は弱気で道糸の長さを 1m 弱にしときましょうか。針数短い方がいいよね、絶対値上がるもんね。重りから近い方がいいはずなんで、ちょっと単針数にします。じゃん、超シンプルですよ。重りと寄り戻しと針だけで、これで石と石の間をちょん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 やっていくと、穴を掘っていくと。今日はテンション高めです。テンション高いってことは不安ということです。今回用意した餌2種類、じゃん、サンマ、青磯目。今回ね、後ろ見ていただけるように磯場です。ライフジャケットしっかり着てきました。ピンソール付きの靴もちゃんと履いております。安全に留意してやっていきたいと思います。めっちゃ釣れそうだよ、めっちゃ釣れそう。ほら、よし、やってみましょうか。サンマで行ってみましょう。匂い重視。こんな感じでサンマをつけました。よし、レッツゴー。ふっふー、お邪魔します。おっと、お、穴ですよ。次はこっちの穴、ここか。次は石という石の間に突っ込んでいきます。こう延べ竿を伸ばせばちょっと遠いところにも行けると。これじゃあでも穴釣りだよね。もっとティップを突っ込むのかな。こことかまさに穴掘りじゃんね。ほら、洞窟みたいになってるもん。これはまさに穴掘りでしょう。さあ出てこい。お留守かな。お留守ですな。あの中どうだ、あの中。えい、どうや、これはどうだ。かかったらどうすんねんっていうツッコミはかかってからしてください。釣れそうやけどな。ダメか。絶対いると思うけどな、化け物みたいな魚。よいしょ、奥に突っ込んでいきます。ちょ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 、やりすぎちゃうこれ。もしもーし、こんなんで魚釣れるんですか。よし、ガンガン行きましょう。
次々へと穴掘っていきましょう。この岩穴掘りたい放題やな。絶対1匹ぐらいおるやろ。あかん、水深がないわ。次次次次、よし、青い染めで行ってみよう。次は餌交換。お、あ、当たった。あ、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 今当たったよ、多分。もう一回同じとこ入れてみるかい。お、当たってる当たってる。いや、離した。え、餌ちっちゃくなってるし。なんかいる、なんかいる。ちょっと大きいやつがいる。大きいやつがいる、大きいやつが。ちょっとサンマに変えました。ちょっとね、あ、いなくなってる。マジで、なんで。お、出てきた。ウツボだ、ウツボ。僕には今ウツボが見えてる。おし、来た。うりゃ、やばい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 。うお、やばい。うおりゃ、おお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 、やばいって。マジ折れる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 って。おぶね、折れる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 。やばい、マジで折れる。うつぼうつぼうつぼ、マジか。ブルンブルンしないと竿折れる。よっしゃ、はあ、怖い怖い怖い。これね、竿をね、ティップ巻きつけられると折れるんですよ。一回僕うなぎで折られたことがあって。はあ、いや、マジでやばかった。ああ、逃げる逃げる逃げる。怖っ、めっちゃ噛みついてくるやん。針外してあげたいから、ちょっと待って。おそらくってか間違いなく穴掘りのメインターゲットはこれじゃないはずです。元気元気。ちょっとじゃあ針外してあげたいと思います。あ、俺のカバンが。自分でお行き。絶対低い方に行きますからね、ウツボは。ほら、上手に帰ってきますよ。はい、バイバイ、ありがとう。今ちょうど下げ止まりかな。あと30分ぐらいで干潮です。やっぱりこの釣りは潮が低い時の方がいいですね。あとは大潮周りとかで潮位が大きく変わる時の方がいいかもしれないです。なんか青い染めにすると結構当たりが多い。ほら、当たってる。お、釣れた釣れた。あ、ニシキベラだったね、今のは。面白いかも。あ、なんか分かってきたぞ。結構止めとかないとダメなのかも、こうピタッと。なんかもう落としは食いつくかと思ったけど、やっぱそうだよね。よく考えたらさ、銀ポンの時も入れて待ってたもんね。あら、餌ねえわ。そっか、ちょっと待つんだ。オッケー、なんとなくコツがつかんだかも。針をまた大きいのに戻して、サンマでやろう、サンマで。うん、いい穴だ。まさにまさに縦穴。お、よし、よし、食った。よしよしよし、でかい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 。おお、やばいやばいやばい、これは釣りたい。よっと、でっかい。おお、でっかい。これがこれがこれが穴掘りか。でっかー、びっくりした。もう無我夢中で無言になっちゃったよ。でっかー、これはえぐいでしょ。うお、でかい。ムラソイですね、これは。ちょっと穂先がマジで折れそう、この釣り。でっけー、でっけー。やった、でかー。やったよ、やったよ、釣れた。ドカーン、すげえ。ムラソイですね。もうこれかなりジャンボ。こんなのが足元からニョキって出てくるんだもん。嬉しい、でかい。ちょっと秘宝があって折れました。魚に水をあげようと思ってタイドプールにポチョンって入れた瞬間にポキッと行きました。これ一つ
言わせてください。この釣り確かに超楽しくて超でっかい魚釣れますけど、のめざをやめた方がいい。竹の棒とか木の棒とかの方がいいですね、きっと。いやでも嬉しい、こんなサイズの魚に出会わせてくれたから僕は OK です。マジで悲しいけど OK。 ハサミでブランクスを削って糸を食い込ませて結びました。これでもうちょっと釣りができるはず。ぶっ刺してボトムにゴンって当てる。こうやってこうさ、今ここガツンってついたんですよ。で待つ。これやろ、穴掘り見つけたやり方で、まあちょっと立って待って釣れなかったら回収で、また穴っぽいところに穂先を突き刺す。ガツンと完全に回転に竿を突き刺してます。こうすることでだいぶ安定する。でちょっと立ってダメだったら上げる。もうさっきすぐ来たもんね。やっぱりいるとこにはいるんだろう。餌はサンマが良さそう。青磯目だと結構ベラの仲間とかスズメダイの仲間が結構いて取られちゃう。長さを利用してえい、こんだけ伸ばすと当たりがわからんな。あ、当たってるかも。ほら来た、よし来た来た来た、ほらおっしゃ、よし来た。おお、引く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 、よし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 、よし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 、でっかいよこれも。やった、ふぅ、やった、もうこれマスターって言っていいでしょう。やった、ふぅ、楽しい楽しい。穴掘りやばい。穴掘りは村添いを釣るための釣り方です。ちょっと穴釣りとまた違うね。この竿先をガン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 突っ込んでいく釣りだ。勝手に自己解決しましたけど、もし違ってたらコメントで教えてください。ただこの釣り方で両型の村添いが釣れるってことが分かりました。楽しい。お疲れ様でした。いや楽しかったですね、穴掘り。今回、僕が穴掘りやって感じたことをちょっとお伝えしていきたいと思います。まず竿、これ普通の延べ竿じゃダメです。感度とか全然いらないんで、竹を切り出してきて使うのが一番いいかもしれない。まあそれか本当に僕みたいに穂先折っちゃったような竿、磯竿でもいいかもしれないです。ガイド全部取っちゃってね。今日僕折ってからが良かったんですよ。すごいフィーリングが、先端が太くなって全然曲がんなくなってからがすごいやりやすかったです。もう穂先が海底とか岩にグスッと刺さる感触が伝わってくるんで、やっぱね穂先が折れた竿がいいかもしれない。長さなんですけど、本当に足元を狙うだけだったら3メーターぐらいでいいかもしれないです。ただ欲を言えば5メーターぐらいあった方がいろんなところを探りやすいかもしれないです。仕掛けは今日2号の中東塩森の丸型、まん丸なやつね、これが良かったです。多分樽型とかだと噛んで石と石の間に引っかかるかもしれないです、丸の方がすり抜けが良かったような気がしました。で針ね、釣り針なんですけど、これがおすすめです。これ同じの売ってるか分かんないんですけど、これ何がいいかって眠ってるんですよ、針先が。いわゆる眠り針です。こうふいってなってる丸聖護の眠り針、カサゴ釣りとかで使う針なんですけど、これ引っかかんなかったです。今日すごい根掛かり回避能力が高かったんで、もうおすすめです。餌ですね、青磯目とサンマと2種類持ってきたんですけど、青磯目はね餌取りの攻撃がすごかったです。で対してサンマはかなり餌持ち良かったですし、なぜかねスズメダイとかベラがねあんまり興味を示さなかったです。なのでムラソイを狙われる方はサンマを用意した方がいいような気がします。もちろんねいろんな魚釣るのも楽しいね釣りだと思うんで、青磯目とか、まあ、オキアミとかもあってもいいかもしれないです。大潮の、干潮前後1時間でやりました。ムラソイってこう岸ギリギリにいるんですけど、やっぱりね態度が下がっていった方がこう根というかこう岩の間に竿を刺しやすいと思って干潮に来たんですけど、
まあ、多分当たりだと思います。なので聴講される際は、大潮周りのできるだけね潮位が下がる日、これがおすすめです。まあ、あとは磯場なんでうねりがない日、波がない日、安全に楽しむためにも海が凪な日に来るべきかなと思いました。ムラソイ自体は年中釣れる魚です。ただ潮の満ち引きの関係で昼間にこうぐーっと潮が下がるのは夏なんですね。潮が引いた時に穴掘り楽しむんだったら夏の方がおすすめかもしれないです。とまあまだ冬をやってないんで、なんなら満潮もやってないんでそんな多くは語れないんですけど、まあでも気になるんで今度冬に満潮で態度が高い時にもやってみようかななんて思ってます。初めてやる釣り方とか初めて釣る魚、これはやっぱ楽しいです。どうやったらどうなるんだろうってこう想像しながらね、準備も含めて楽しい。魚釣りっていつになってもどんだけ長くやってもなるほどね、ああそうなんだってことがいっぱいあるんですよ。これがねやめさせてくれない、ずっと釣りをしたいって思うモチベーションですよね。これからもね、釣りハック TV ではこういうちょっと謎な釣り方とかもう新しい釣り方とか、ね、どん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 チャレンジしていけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。